吉田さんこんばんは。吉田さんがね、頭を丸めたりとか、まあ社員に対して、まあ、俺を殴れみたいなこと、ね、言われた話って何回か聞いたことあるんですけども、まあなんかね、吉田さんとは全然やり方違うんですけど、私逆に漏れなく社員をね殴ったことがあるんですよ。暴力社長ですかね、結局はね。なんていうんですかね、自分で判断して自分で責任取れない行動を取れない、まあ社員をね雇ってしまった自分にもまあ非はあるんですけども、結局ケツ持つのは社長じゃないですか。でやっぱりね、身勝手なことやっといてね、無傷ではいさせないみたいな感じですかね。まあその町の気質もあったのかもしれませんけども、まあ結構ねドンパチだったですよね、振り返ってみたら。まあ、こんなこと動画で言っていいのかどうかわかんないですけどもね。まあなんかグーでボーンと殴ったりとかね、傷害みたいなことにはならないんですけども、やっぱ漏れなくね、こうなんていうんですかね、バシッとね、まあ親父にもぶたれたことないのにみたいな勢いで、まあ軍隊長ですよね。結局その、なんで、話してわからない人間とか、自分で考えてできない人間って、一発衝撃を与えた方がよくって、で、私は考えてるんですよ。で、まあ、小中高と部活では漏れなく殴られるわけなんですよね。だからそれも教育の一環だとすればですね、社会に出てもっと殴られるということもあっていいかなと、私は思うんですよね。まあ、さすがにもう、今はね、社員もいないんで、そういうことしなくて済みますけども、一番多い時にね、26人私社員いましたからね、女子社員も込みでいたんで、漏れなくね、叩きましたね。なんでそういうことするかっていうと、社長のリスクなんですよ、それは。いつでも、そういうことして、まあ今で言ったらパワハラとかね、暴力上司で訴えられるわけじゃないですか。そのぐらい体張ってるから、いつでも来いと、いうことなんですよ。これだけのリスク背負って、目覚まさせてやるから、それでも気に入らないんだったら俺を訴えろみたいな感じですよね。まあけどね、おかげさんでね、そこまでするとね、まあ吉田さんは俺を殴れって言ったみたいですけど、私はね、自分を殴らせることなんてなくて、常に人を殴ってたって感じですね。それは頻繁にじゃないですけどね。やっぱり人の気持ちをぶっ潰しておいて平気でいられるっていうかね、それに気づかないっていうか、自分が正しいと思ってるからその行いを顧みないわけじゃないですか。でもこと私の目の届く範囲では、私の会社、私のフィールド、私の王国ですから、結局社長が気に入らなければ、それは全部ルール違反なんですよ。で、社員規定もありますからね、きちんと設けたのが。誰も読まないですよ、そんなのね。きちんとここにあるよとか、従業員の規則ですよって読まれたことがないんですよ。とにかく従業員規則のところに読んだら分かるようにシールを貼ってるんですけども、結局もう誰も読んだことがなかったんですよね。まあそう、一応ね、麻雀店にもそれ設置してて、読めよって言ったんですけどね、読んでる人いなかったですね。結局9年間もやってたのに。で、毎週会議やってたのに、読んでるやついなかったですね。だからもう、そのルールを知らずに、人の会社で働くってことは、もう獣ですから、無知で叩くしかないかなって、過激に思いますけども、結局社会に出てね、なんで人を舐めるかっていうと、この、実質的な被害がないからなんですよね。自分で何やっても結局上位の人が責任を取ってくれて、その人が火をかぶってくれてね、痛みを見てるわけなんですよ。だから肉体的に痛みぐらいはこうぶち当てとかないと、それこそ給料引き上げとかしたらもっと大きな問題になって労基とか来ちゃいますんでね。だから私もそんな感じだったんですね。で、結局ね、マーシャンってはね、女の子の社員もいたんですけども、いろんな理由があって結局叩かなかった子はいなかったかなと思うんですよ。中にはね、自分を叩いてくれって子までいましたからね。なんかわけわかんない、自分とは直接関係ない理由だったんですけど、パチンってやったことがあるんですけども、でもなんかね、私の感覚では殴れたやつとは最後まで付き合えたかなと思いますね。まあ最終日はちょっと寂しいものがありましたけど、それはまあ別の理由でね、私が速稼塾なんての始めたから多分嫌われたと思うんですけども、そうじゃなくて、まあ麻雀店に関しては、麻雀店一色でやってた時ってのは、まあ、私も前線立ってましたしね。で、私のお客さんを大事にしない人間はみんな敵だったんで、社員だろうがなんだろうが、言っても分かんないやつは殴るしかなかったなと思いますね。逆にその話して分からなかったら何すればいいのかっていう回答がね、あれば聞きたいかなと思うんですよ。
まあでも今はねそうは思ってないんですよ。今話して分かんなかったらまた一から話せばいいかなと思ってるんですよ。まあ随分気が長くなったかなっていうところもあるし、そういう自分の今までの行いを顧みてね、別の方法を探し始めたのかなってところですね。まあとにかく30代の頃っていうのはね、なんか、まあ、20代の頃もそうだったかもしれませんけどなんか結局暴力が解決するってところが多かったですよ。だから逆に言うと吉谷さんも自分を殴らせることによって結局は暴力で解決したわけじゃないですか。で、まあ、私の個人的な体験だと殴ると信頼関係が高まるんですよね。なんか知らないけど、それは繰り返しますけども、殴った方がリスクがでかいからなんですよ。特に今みたいな時代、いつでも訴えられるし、いつでも噂されるし、気に入らなかったら、あ、こんなやつすぐ暴力振るからやめてやるみたいになるわけじゃないですか。それが起きなかったですね。もちろん採用の段階で多分、まあ、一方的なねカリスマを感じてくれてる人だけが入社を私によって許されたっていうところもあるかもしれませんけどね。だから結局面接で初めて会う人ってあまりいなかったんですよね。マージャンってのは特にそうなんですけども、それまでの不動産会社とかね飲食店っていうのも初めて会う人っていなくて、大体何かしらの関係があった方とか人づてとか、中にはね合コンで知り合った人とかねが、久保さん会社やっててお店やってるんだとか、あそこ作ってる最中のあそこの店って久保さんなんですか、まあ俺んだよみたいな感じでね。さすがにね店舗を持ってるのは赤字ばっかり出ましたけども、店舗を持つってすごい信用になりますね。それがね赤字だろうが何だろうが信用になるんですよ。不思議ですよね。赤字の店なんてやらない方が絶対いいのに、赤字の店だろうと何だろうとなんか知らんけど店をやってるってだけで圧倒的な信用があるわけですよ。でまあね、その時のご時世もあって調子に乗ったところもあって20店舗も引き受けてしまって総社員数がね26人だったんですけども、店舗に、まあ、大体1人か2人社員配置しましたからね。あとは全部アルバイトだったかなと。まあ、社員たる店長が採用してたんで詳しくは知らないんですけどね、まあ、今でもあるんですけども、膨大な履歴書が送られてきてて、ほとんど目を通せなかったです。私は、ね、当時遊んでたんで目を通せなくて、それだから採用にミスるのも仕方がないかなっていうところですよね、当時ね。まあ吉田さんはどういうふうに採用してたんですか、当時。土屋さんが採用してた人をなんか使ってたっていうのかなって想像するんですけども、まあ、私の場合は自分で採用、なんか年間で100人ぐらい面接したんですけどね。で結局一人も面接した人は通らなかったんですよ。それよりも、もともと知ってた人が、体験で入ってきたらそのまんま採用になるみたいなことが多かったりね。まあでもね、そういうのも込みで上に立つっていう人はほとんどいないんで、人に使われるのもこれ、ね、ちょっと本当にひどい言い方なのかもしれないですけども、人の指示に従うだけって一番簡単なことでもほとんどの人はできないですからね。言った通りにできないって。だからこういうんじゃないですか、人間には3種類いて、言われなくてもやるやつと、言われたらやるやつと、そして 99% の言われたことすらできないやつね、こういうことなんじゃないですかね。いろんな意味でですよ、言われたことすらできないっていうかね、やっぱりこう一人前っていうのは言われなくてもできることなのかなと思うんですけども、まあバックに誰もいなかったらそうなっちゃうんですけどもね、結局自分のポカを尻拭いしてる人がいる限りはできなさっていうのは気づかないんだろうなと思いますしね。その会社勤めとかに関してましては特にほとんどの人が本当使えないと思うんですよ。でも自分の権利を強く主張して、社会的には雇われてる方がね結構立場強いんで、雇ってる方っていうのは解雇できないですからね、人をね。だから竹中平蔵モデルって言って、いつでも解雇できるように派遣社員を全業種に広げたと、原則全業種に広げたわけですよね。さあそれが今度批判を浴びていると。批判してるのは誰だって言ったら働いてる人なんですよ。いつでもクビにされちゃうから。じゃあクビにされないような働きができるのかって言ったら、ほとんどの人はこれできないんですよ。さっき言ったように言われたことすらできないからなんですよね。まあ、けど片方ではね、この仕事っていう場所では言われたことができないと会社のパフォーマンスが出ないじゃないですか。結局会社が赤字になってしまえば
できない人にいいよいいよってやってても、じゃあできる人もろとも巻き添えになって全員がチンってなっちゃうんで、結局はどっかで辞めてもらう人と継続して働いてもらう人をこう選ばないと、その組織そのものが存続できなくって、創業者なんて借金抱えて食いくくりですからね。そうなると一番命がけなのは創業者なわけなんですよ。前回も言いましたけども、あらゆる業種の中で最も給料が安いのは代表取締役ですからね。従業員は給料はどうやってももらえるんですけども、それこそ給料を保証するそういうふうなね、政府の機構もあるぐらいですから。でも社長はなんか保護されないばかりか、債務者がね、債権者が押し寄せてきたりとか、税務署が来たりとかして、減らしたら一生後遺症残りますんでね。吉谷さんみたいに、まあ私と方法は違えども本気にならなきゃいけない時っていうのは、まあたまにあるかなっていうよりも364日全ての瞬間が本気じゃないとね、それでも守っていけないですからね。本気でやってても組織守っていけないですからね。だからその本気の表れがやってはいけないこととかに、まあ顔を出してくることも私はあるかなと思うんですよ。で、複雑な言い方なんですけども、私は暴力をね容認するわけじゃないんですけども、殴ることって暴力なのかなって疑問を持ってるんですよ。だからさっき言ったようにね、もう殴ってくださいっていう人もねたまに出てくるんですよ。で、それも、まあ、自分とは関係ないことでもね言う人がいるんですよね。まあしょうがないから怒りも何にもないけど殴るじゃないですか。で、それでああよかったって思う人もいるんですよね。要するに心に強い刺激を与えるか体に強い刺激を与えるかによって、まあ、脳がショックを受けると思うんですけども、感動的なエピソードとか人を突き動かすようなまあ、お話とかをねしても受け取る方がその受信力がなければ何も感じないんですよ。でもくまなく肉体的な衝撃っていうのはバチンときますからね。ハッと目が覚めるって言いますけども、逆に言うとね、その殴らずに目が覚める人って大したもんなんですよ。殴られずに成長できる人っていないじゃないですか。言われたことすらできないわけですから。まあそういう風な視点を人を束ねるものとしては持たないといけないですよね。人を束ねるものはね、束ねられる方は自分で自分のことができないから束ねてくれる人を探すわけじゃないですか。で、それがある意味塾長であったりね、ドリアカのそのコンテンツホルダーであったりするわけですよ。ボスだったりするわけですよね。で、多分その吉田さんがお詰めになったけども、上にねビッグボスがいたからやらないけんなっていう風な睨みも聞いたと思いますし、結局どんな要求を上げてもお前でか自分で解決して社長やろみたいなことを言われて、結局それも心に衝撃をドーンと与えられたことだと思うんですよね。最終的には会社の経費を肩代わりしたものをお前が作った経費やろみたいな感じで突っ返されて、それもドーンといった衝撃で、それによってある意味ね吉田さんは目が覚めて、いや自分でやらないけんなと、結局誰も自分の人生に責任持ってくれないなって気づいたと思うんですよね。それはだからある意味ね、一発ボーンとぶん殴られるよりも強い衝撃だったんじゃないですか。いや私は思うんですけども、そのね何百万だか結局かぶらされたと当時思った吉田さんの借金、パンチ一発で済むんだったら安いもんだと思いますよ。で、殴ってくれないから実質的な責任を取るというね、そこに気づかされて大きな衝撃があって、で今に至るんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう意味で言うと吉田さんは人に殴らされたこともあるし、パンチじゃなくて心を殴られたこともあって、まあ隠して投与されたんじゃないかなと思うんですよ。まあ39歳の誕生日おめでとうございます。39歳になっても許される体験じゃないですか。それは私は大いに思いますけども、何一つ成し得ない人でも時間が過ぎれば30になって40になるんですよ。何一つ成し得ない人でもね。だからそういう意味では時間は平等です。でも無語いですよ時間は。ちゃんとやってきた人には本当に年齢に応じた足跡が残りますけども、それを怠った人、ね、言われてもできない人には何が残るんだろうかってことですよね。そこにはね誰もついてこないということもありますし、誰にもついていけないっていう自分がいたりね、チューブラリンになるわけですよ。まあ私ね、人間という言葉をよく考えて、金八先生もね似たようなこと言ったんですけども、人と人の間にあなたがいれば人間になる。要するにこの人の後継者になりたいなって思える先駆者がいて、あなたの後継者になりたいですっていうふうな
後ろからついてくるね若いもんがいて、その真ん中に自分がいるから人間なのかなと思うんですよね。まあこれはね、人にそう思えってわけじゃないですよ。私はそう思ってるんですよ。私が追い求めてる人は確かにいるなと、モデルにする正義と力の人は、あ、いるなと思えるわけなんですよ。そしてこの久保哲郎にこえなくね、信頼を寄せてついていかしてくださいっていう人もいるんですよね。しかも以前は給料を払っている部下とかが私についてきたって形ですけども、今は逆なんですよ。お金を払ってでも久保さんについていきたいですっていう人が、まあ塾生として世界に1000名以上になったのかなと思うと、まあ私もね、間違いをたくさんやってきました。選択を間違えたからこそ気づいた方多かったと思いますけども、あながち間違いじゃなかったなと思うのは、もうやらないですけども、まあ殴ってきたことかなと思いますよね。それは時にこの拳で殴ってきたこともありますし、心にパンチを食らわしたことでもあると思うんですよ。その強い衝撃を与えてね、そのショックウェーブが人の気持ちを動かしたのかなと思います。でこれからはね、まあ防衛のための力っていうのは必要ですけども、人の気持ちを動かすための言葉をたくさん覚えましたんでね、感動させるようなエピソードをたくさん持って人の気持ちを動かせばいいかなと思います。未熟だった時はパンチに頼りましたけどもね、特に10代の頃は血も吹き出すような毎日だったんですけども、実際の血を流すよりも今みたいにね、感情の血を流す方が凄まじいですね。まあ日々そういうふうなお悩みも寄せられてますんで、まさにこうやってリモートだと拳が届かないですから、ハートを動かすようなメッセージを渾身の力を込めて届けるしかないかなと思ってます。はい、ということで吉田さんがね、なんかね本気のトークしたんで、まあたまにはねこういったなんか人には話せない裏側といいますか、人には話せない裏側をですね一般公開するというこのね矛盾それが私でございます。じゃあ、いってらっしゃい。